リンテンバイエルン。岡崎リンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。エブリスティングを弾こう、その4。エブリスティング、4週目です。チューニングスタンダード、そしてカポア2フレットでお届けしております。リッドミュージックから出ておりますフィンガースタイルで弾くソロギター名曲集、追憶のメロディーですね、こちらに収められているアレンジ譜面をもとに解説していっておりますが、 A パート5小節目までいきましたかね。もう一度 A パートに入ったところから、テンポを落としておさらいをしてみます。続きます。今その6小節目の頭まで弾いたわけですけど、この5小節目、からもう一度解説していきましょう。 F シャープマイナー7フラット5です。さあ、その次の F マイナー6、ちょっと難しいコードフォーム、押さえづらいかもしれません、これは正派は使いません、6弦目の1フレットベースになる音を左と親指で押さえます。そしてそれぞれバラバラに押さえますが、4弦目3フレット中指、そして3弦目1フレット人差し指、2弦目3フレット薬指で押さえます。そして後追いのメロディー1弦の3フレットは小指で押さえる、こういうフォームになっておりますけど、そうですね、ちょっと押さえられないっていう方も出てくるかもしれません、その場合は、正派を使ったフォームでなんとか工夫してみてください。もう一度 F シャープマイナー7フラット5からいきます。そして親指を先行させますですね。次の E マイナーに移ったところで初めて6弦目の1フレットを押さえている親指を離すようにしてください。それまでは6弦目1フレットのベース音が途切れないように、つまり押さえ続けてるということですね。ここで離れます。次の E マイナーの5弦目の2フレットは人差し指で押さえるといいでしょう。そして1弦目の1フレット2弦目の2フレットはそれぞれ人差し指そして薬指で押さえます。後追いで4弦目の2フレット、これを中指で押さえる、このフォームですね。そして1弦目の3フレットメロディーは小指です。1括弧に入ります。 D マイナー9th、まあ、普通の D マイナーのローコードフォームの1弦目が開放になった形ですね。ここで、特に2弦の1フレットのメロディーがかなり細かく、続きますが、ここはなるべく右手、人差し指と中指が交互になるように工夫してみてください。途中で出てくる、この位置ですね、この位置の3弦は親指で弾きます。その後にすぐ続く3弦の2フレットは人差し指で弾きます。さあ、その次のコードに移りますが、3弦の2フレットを今度は人差し指に置き換えます。ゆっくりやってみますね。ここです。で、次の A フラットメジャー7に移ります。ここからはまた次回の解説としましょう。今日のリンテンバイオリンいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのね、ギターに関する悩み、ご相談、そして質問、何でも受け付けますのでね、どしどしお寄せください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは
検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、皆さんのギター向上にぜひお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。